あらめさんがジョイズヒコです。では今回なんですけども、スマホ決済にして良かったと思う3つのことということで、前回スマホ決済を使わない3つの理由という動画をアップしましたが、今回は僕自身がスマホ決済、いわゆる QR コード決済にして良かったと思う3つのことをお伝えしていこうと思います。それでは早速なんですけども、まず一つ目っていうのが財布を持たなくなったということですね。これはかなり助かってますね。まあこれまでは結構厚めな財布を使ってたんですが、現在はちょっとしたクリップみたいなものにお札とクレジットカード2枚くらいしか持たなくなったので、今のところは本当不便はないですね。極力小銭が出ないようにはしています。多分見ている方は見てるかもしれないんですが、最初の頃に僕の動画で普段使っている財布を紹介しました。最近はありがたいことにチャンネル登録していただいている方が多くなったので、またどこかのタイミングで僕の財布を紹介しようと思います。あと財布を持たないことでもちろんポイントカードとかももちろん持たなくなりました。多分使われている方も多いと思うんですが、僕が使っているポイントカードはほとんどがスマホで管理することができます。例えば楽天のポイントカードであったり、ツタヤカード、あとはドコモの D ポイント、ヨドバシカメラのポイントカードなどですね。まあミニマリストを目指しているわけでもないんですが、まあ、キャッシュレスな生活をしていると自然とスマホのおかげもあってか、まあ結構ですね、物を持つっていうことが減る印象がありますね。次に2番目、会計がスムーズになってきた。このなってきたというところが重要ですね。まあ普段 QR コード決済をする際はスーパーの場合はレジで並んでいる時、まあ飲食店の場合は食事が終わって会計に行く前など、事前に店員さんが決済しやすい状況まで画面を準備しているので、店員さんに一言〇〇ペイでお願いしますと言ったら結構スムーズになってきましたね。なので現金だとまあお札や小銭を選んだりする手間もありますが、 QR コード決済の場合はバーコード一つでできるというのがやっぱり楽ちんですよね。けど QR コード決済をする場合は店員さんが読み込んでくれた後に少し時間がかかるのがやっぱりネックだなと。なのでクレジットカードやスイカなど IC カードとかに比べるとやっぱりスピードに関しては負けますね。そして3つ目、お得にお買い物ができるということで、やはりこれに限ると言っても過言ではないですよね。まあ僕の場合は PayPay の100億円キャンペーンにつられてスマホ決済を使い始めたので、やっぱりあの還元は魅力的ですよね。しかも普段使ってるお店で 20% 還元と言われたら、それは使いたくなりますわっていう。しかもまた面白いのは PayPay や LINEPay、 あと折り紙 Pay などマップと連動しているので、まあどこで使える使えないかが確認できたりですとか、あとまだ行ったことのないお店の新規開拓がしやすくなったイメージがありますね。以前あの視聴者さんのコメントでもあった言葉をお借りすると、宝探しをしている感覚に近いと思いました。もちろんお店によっては当たり外れはありますが、行ったことのないお店に行くきっかけをこのスマホ決済が作ってくれたのはかなり大きいかなと思います。ということで今回は大きく分けて3つ紹介しました。財布を持たなくなった、会計がスムーズになってきた、お得にお買い物ができるということでした。今回もざっと紹介した感じでしたので、この動画を見てる視聴者さんはキャッシュレスになって、もしくはスマホ決済するようになって良かった点などありましたら、下のコメント欄にぜひ書き込んでいってください。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。